奥祖谷観光周遊モノレールは、徳島県三好市にある観光用モノレール。2006年8月29日に開業した。奥祖谷観光周遊モノレール旧東祖谷山村の観光振興を目的として、温泉施設、癒しの温泉郷を起終点として、三峰中腹の総延長約 4.6km を周回する。計画当初はロープウェイで設置する予定であったが、自然保護の観点から産業用モノレールによる敷設となった。なお、施設内の移動施設や遊戯施設の扱いであって、鉄道事業法による鉄道や軌道法による軌道ではない。乗車時間は1時間強であるが、途中停車駅もなくトイレ休憩もないので、運行管理者側は乗車前の用便を強く推奨している。開業当初は2人乗りのゴンドラ10台で運行していたため、1時間あたり20名しか乗車できなかった。そのため、行楽シーズンの週末などは乗車までの待ち時間が長時間に及ぶことがあった。しかしながら、平日は客足が伸びず、初年度の年間平均では、当初の目標の65人、日に及ばない52人、日と伝えられた。その後、ゴンドラの台数を15台に増やし現在に至っている。奥祖谷観光周遊モノレール毎週水曜日と、毎年12月翌年3月は休業。ありがとうございます。